実際にやってみた。大丈夫大丈夫、まあ、ここから立ち上がれ。え、ちょっと待って。いいよ、皆さんにね、あの、頑張れ、まだいける、立て、立ち上がれ。はい、あ、もう終わりなのかって。な、まだいける、まだ立てる、お前まだ、はい頑張れ、立ち上がれるぞグレードルが開いた。はい、オッケー、オッケーじゃない受けて、話はそこからだわ。そしてなぜ 1% や 5% を連続で引いているのか、私には理解できないんですよ。そういやさ、 YouTube のあり方って変わったよな。なんかドラクエやってるじゃないですか、こうやって。なんか気づいたらさ、ドラクエの実況やってる人はいるやん、やっぱり。でもなんかさ、例えば、まあ、YouTube チャンネルをこうやってやってると、なんかおすすめチャンネルとか、例えばあなたのチャンネルを見てるユーザーは他にこのようなチャンネルを視聴していますっていうのもあるんですよ。そういうのが僕見れるんですね。はい、視聴者の、ちょっと怖いですよね、 YouTube っていうのが。ちょっとだから僕の視聴者層、まあそうだから大丈夫、その誰が誰見てる、その細かくわかんないけど、その視聴者層がどんなチャンネルを見てるかっていうのはあるんですよ、やっぱ YouTube のアナリティクス。くだから大体そういうのでさ、やっぱそういうのであるのがさ、昔と変わったよね。だから例えばドラクエの考察とかランキングとか、そういうチャンネル多いわ。どっかの着替え兵とか、うん、どこかのさ、ちょっとお前さ、その下振れの時にこの会心出すのやめえや。見てるのが全部ではないけど、チャンネルがわかる、チャンネルがわかるんだよ、なんとなくのチャンネルがわかるっていう感じです。ここサイキャ引かないと怪しいですね。ここはサイキャを引く以外ありえないんで、引く以外ありえない。はい、サイキャ引く、避ける以外ありえない避ける以外ありません。ざっくりと見れるんですよ、やっぱ。はい、避けましょうね。はい、雑談タイム、はい、雑談タイムね。会心をにまあ出したところでなんか嫌な予感がした。はい、ねあの、もうこの時点でね、勝機がなくなったんでね、もう雑談ですよ今日もまたま必勝、お前もう試合してた方が早いセルフされんだ。で、あ、でもね、だからざっくりなんだよね。例えばそれこそ、だからさっき言った通り、あ、 YouTube のさ、他の人何見てんのってなった時に、いらねえ、死んでなんで出せないのそれね、死んで出して頼むから。あ、これワンチャンある、これワンチャンありますよこんなにバカすか会心出してんだったらワンチャンありますよ。これバカすか会心出しまくったおかげで、ワンチャンありますねバカすか会心出したから、シューティングスター引きゃ勝てますおおいや、マジマジじゃない、ここは天使になってる、シューティングスターいけるわ、お前まさかのお前、いけるんかいいけるか、これいけますよ、当てればいきます一麻痺でいけんのは奇跡だぞ、おい、一いらねえ一麻痺でいきやがった、奇跡ですわ、これある意味奇跡ですよ、一麻痺したのにいきやがったこいつ一麻痺したのにいきやがったある意味奇跡起こったね、今すげえハッピーバースデートゥーミーじゃないんだよ、おめでとうすごいな、いけたぞおいいや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 、一麻痺でなんて勝てんのよ初めて見たわ、一麻痺で勝ち上がった、ちょっとびっくりしたわ、よしびっくりした、びっくりした、マジでまさかいける、お、来た来た、いや、おい、巻きだよ、ほら見て、巻き巻き、まだ2時間経ってないよ、2回目だよ、巻いてます。 YouTube のね、どっかの機械兵の話してたらね、なぜ導かれなかったとか言ってるね、なんかおじさんの話してたらね、なんかいけましたよ。てかあの人に見せてあげたいもんだけど、あの人にモンバってるとさ、ライアンチャレンジやってほしいんだけど俺ね、一つね、頼みたいことがあるのよ。あの機械兵の方にね、モンバトでね、ライアンチャレンジでね、6やってほしい。さっき
きみたいな会心があれば、もしかしたらある。本当に。これあるよ。で、いてつく波動を引いたパターンの場合は、シューティングスターの会心が本当に必要不可欠だから、頼ませてくれるから。で、グレートフルブリザードなー、これはね、次はね、大体天使になってる。で、時々賢者の石がある。そう。なんか賢者の石の方が良かったって時はあった。ちょっとだけ。マヘドの暗いダメージがギリギリ耐えるからね。で、シューティングスターの1回心が欲しい。グルディ、ブリザードでもいいっちゃ、いいみたいなんだけどな。微妙なところだよね。呼び声で回避が理想。1回避、1回避理想。呼び声の方がダメージはまあ一応少ないんかな、確か。よし、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 お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 、いや、この1回避だけでもだいぶでかいんだよね。あとは止まらなければいい。死者が食らったとしてもダメージはそんなじゃないから、止まらなければ大丈夫だよ。オッケー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 、どうしよう、どうしようかな。回心欲しいね。1回心ないとギリ足りないんだよ。フルブリザードする。50足んないんでしょ。50足んないんだったらブリザード。お、ナイス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 。これブリザード、いやシューティングスター、どっちどっちどっち。今の1回心でかいんじゃねえか。イテハ引きたいね。兄さんのイテハ引きたいね。兄さんのイテハのどっちかを引く、または攻撃を避ける、ありますね。いや B 技あるかも、 B 技でもいいかな、あるかもしんない。 B 技でもいいかもしんない。 B 技でもいいかも。これは次 B 技しよっか。あーやばい、避けて、これ避けないとダメ、これ避けないと死んじゃう。ここ避け、避け、避ける、絶対避ける。よし、よし、ビーガーさん、ブリザード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 、当てろ。めちゃ99%信じるぞ、お前。めちゃ99%信じる。あー、イテハ来てんね。イテハ来てんだよな。そう、そのイテハがやばいんだよ。このイテハやばいんだよな。勇気が、たまんねえんだよな、マジで。頼むぞ、グレドラ。これ、勇気がたまるから怪しいんだよな、ブリザードの場合って。751打点。あー、これ勇気、勇気たまっかな。 B 技のメリットはダメージが出るから、シューティングスターより。ただ勇気がちょっと怪しいかなっていうぐらい。呼び声、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 2発は耐える、余裕で耐える。耐えますね、耐えます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 。避ける、あのね、状態異常にかかったら負ける。天使、天使超安倍、天使安倍、天使安倍、天使、天使、天使、シューティングスターでもいいかも。当てれば、え、勇気止まるか。ブリザード1回多かったか。ディクサ頼むぞ。いや、これ2発当てれば勝てる。あ、あと1発、あと1発、あと1発、頼む。シューティングスター、いけー、いける、いけるんじゃない。やった、来たー、やっちゃったー、やっちゃったー。何かね、今日はグレートだけなんかあると思ってたよ。みちゃんのね、今までいけなかったんじゃねえか。真は行動してねえよ。そんな声、今、叶えちゃった。あ、やったすげえ言ったぞ、お前言ったー、言ったよ、こいつ生きやがった生き上がったー
グレドラン生きやがったな、信じてたぜ。もうね、2ちゃんではね、もう完全嘘にしか聞こえ、また嘘にしか聞こえない。モンバトビクトリーでさ、プラチナキング心臓もありましたよ。そんなんはありましたよ。うん。でもこのゲーム、いや、グレートドラギーで心臓は見たことないっすよ。はい。グレドラの心臓は見たことないっす。これはね、令和のランプルとして言われる異様でございます。やったー、言ったやったー、もう嘘にしか聞こえないだろ、これ。いや、マジでこれは嘘にしか聞こえないんだって。いや、余裕だわ。やっぱ、グレートドラギー、賢さも高いしね。自分主体のゾーンに敵ねえんだよな。おめえ、ジオンが一番ダメだったんだよ。